今週の単語は Japan と Japanese です。Hey everyone! 皆さんこんにちは。私たちは日本人である限り、日本、日本語、日本人という単語から抜け出せません。私は日本から来ました。私は日本人です。日本語が話せますか？など海外に行ったらさらに使う頻度が高くなります。だからこそこれらの単語を正しく発音することが大切なんだと思います。Japan の出だしは、じゃではなく、唇を少しすぼめ、ジュと脱力音を出します。ジュ。そしてペーンは口を横に大きく開け、舌を見せます。ペーン。そしてペーンは音が上がり下がります。ペーン、ペーン、ペン。そして最後のんです。日本語のんは喉の付け根から音を出し、舌は動きません。 Japan のんは舌を少し丸め、前歯の裏にくっつけます。そして音は鼻から出します。んーんー。 Japan はペーンを強く発音します。では3回ゆっくり言ってみます。 Japan、 Japan、 Japan。 では一緒に言ってみましょう。 Japan。 続けて日本語や日本人という単語 Japanese です。Japanese の出だし、ジャは唇を少しすぼめ、口を横に大きく開け、舌を見せます。ジャ、ジャ、ジャのあの時は舌を下の歯の裏にくっつけます。ジャ。プは弱く空気を出します。knees のにーは音を伸ばし、にーと口を横に大きく広げます。その形のまま上下の歯を合わせ、ズーという音を出します。knees、 knees。 Japanese は knees を強く発音します。では3回ゆっくり言ってみます。Japanese、 Japanese、 Japanese。 では一緒に言ってみましょう。 Japanese。 いかがでしたか？もしこの動画が役に立ったらぜひいいねを押してください。またもしこの単語の発音が知りたいというリクエストがあればコメント欄にお願いします。ではまた。 See you next time!